彼野の宿は、告げ吉春による日本の短編漫画作品。1974年7月に漫画ストーリーにて発表された。主人公は岩を残ぐ船で霧のかかる川をいいところへ導かれんとするところで目を覚ます。生活費の3分の1を占める家賃からの解放を、もくろむ過作な漫画家の主人公が、ハブに200万円くらいの予算で土地を買おうと一人で、赴くが、 あえなく、不動産屋に追い返され、途方に暮れていると、とね川べりで、突然に夕立ちに会う。仕方なくすぐそばにあった、商人宿に泊まることになるが、そこで絵を志したという宿屋のせがれ、岩尾に出会う。しかし40度近くの熱を出してしまい、翌日まで寝込むことになる。岩尾が描いたという、壁一面彼のが描かれた部屋に宿泊するが、病床で、主人公は夢を見る。 霧の深い利根川らしき雰囲気の川を岩尾の小ぐの船でいいところへ導かれようとする中で目を覚ますとそこには奥さんが迎えに来ている彼女はこの部屋寂しいわねこの陰気な絵のせいかしらというのに対し主人公はとても馴染めるというなど夫婦の感覚のずれがさりげなく露呈される最後は主人公とその妻が利根川の土手を歩く何気ない場面で終わる 場所の国、に、旅に、病で、夢は彼のを駆け回るという句があるが、後半は、主人公が病んで見た夢の中で彼のを駆け巡っているという内容となる。モデルになったトネガはこの作品には、実際の告げの旅行でのいくつかのエピソードが、巧妙にコラージュされ使用されている。ありがとうございます。